高松大輝のミスターチャンネル。こんにちは、高松大輝です。今日は真面目にサッカーのことを語りたいと思います。ミスター、はい、ちょうどよかったです。今日は視聴者からなんと初メールが届いております。読みます、はい、私は小学年代の指導者です。この年代は結果より能力を磨くことが大事だとよく聞きますが本当でしょうか。そのためにどんな指導をすればいいのでしょうかという質問です。お、本当ですか。メールが来たんですか。はい、はい、メールが来ました。ちょっと僕まだ指導者経験がないんでね、はい、何とも言えないんですが、はい、ちょっと今日は特別ゲストが2人来てるんですよ。なんとそのためにいいですか、呼んでも。はい、どうぞ。呼びます。こんにちは何なの、こんにちはでしょ。びっくりしたわ今の。まあ何今のは勘弁しては。じゃあ紹介しますね今現アンダー15大分トリニタの監督をしてます梅田隆監督です。よろしくお願いします。で、僕の横にいるのは現元大分トリニータ、そして今は鹿島アントラーズ筑波ジュニアユース監督根本雄一選手。よろしくお願いします。同級生です。同級生、イエーイ今日はよろしくお願いします。お願いします。いや、超久々に3人で会うんだよね。そうね、1年ぶりか。そうね、1年ぶりですね、はい、なかなか会う機会が忙しいんだよね、2人は。ね、そうね。まあそれは後々いろんなことを聞いていくんで、今日はちょっとよろしくお願いします。お願いします、はい、お願いします。現役の時は指導者に興味はありましたか、2人は。誰か行く。俺はもう全く興味なく。なく、なく。ただ準備はしてたんで、まあライセンス取りに行ったりとか、まあ自動車のね、大型免許取ったりっていう、まあ下準備はしながらも、でも全くそういうことは考えてませんでしたね。上田監督はそこまで準備してたんですね、セカンドキャリアに。そうですね、やっぱ準備が 大事なね、スポーツなんで、うん、まあそういうところを含めて自分がね、しっかり示していかないといけないなっていう気持ちでやってましたね。根本監督は。いや、僕は、まあ、準備はしなかったけど、うんうん、まあ、頭の片隅には、まあね、うん、スパイクのいた後は、うん、まあ、指導者になりたいなっていう漠然とだけど、あ、まあ、考えてたかな、イメージはしたかな。じゃあさっき視聴者からメールで質問があったんですけど、覚えてる内容。覚えてるよ。小学生でしょ。小学生年代、ね、はい、うん、ちょっと梅田監督からちょっといいですか、アドバイス。そうですね、まあ、まずしっかりね、その子を見てあげることが大事かなっていうふうに、うん、あの思います。まあ、その上で適切な、ね、タイミングで適切な言葉をかけてあげるっていうことが、まあ、その選手 の、ね、あの伸びしろを、ね、さらに伸ばしていくっていうことにつながるのかなって、思います、うん、日々は梅ちゃんが言ったことがもういいと思うんだけど、うん、まあ、試合のところはさっきの質問であったけど、うん、まあ、楽しくっていうか結果よりもっていうところを重視ってあるんだけど、うん、まあ、そこはすごくバランスが大事かなっていう。やっぱ勝つことをやっぱ覚えて、やっぱ楽しく持ってやりたいっていうようになるし、うん、だから日々のところはもう本当一人一人見てあげて、だ試合のところはやっぱチームで戦うから、まあ、楽しさプラス、まあ、その結果っていうか、うん、まあ、勝つことの楽しさっていうか、うん、まあ、そういったところも体感というかね、経験することは大事かなって思うから、うん、なんか現役時代からしたら全然そんな風に見えないね、やっぱり。どうな、試合をしたことあるんですかね。試合した、え、根本。根本やったよね、一回ね。僕が大分来る前もそうだし、だって最終戦はさ、違う、あの指導者としてた。あら、全国大会一回だけあったやん。マジで、うん、逆転勝ちさせてもらって、トリニータ負けたんだ。負けた。だってすげえ気合い入ってんだもん、アントラーズの子たち全員坊主にして。本当、もうウォーミングアップから厳しそうだもんね。厳しくないよ。根本はそういう感じは見えないけど、分かんないよね、日頃はね。日頃見てないから、ね、いや、もう今言ったことよ。本当、ちょっとここからまたガラッと変わるんですけど、3人ね、元トリニータだから、大分トリニータで、
現役してたんで、その時のちょっとチームのイメージっていうかどうだったの？まあなんかね、あの選手もスタッフも、うん、まあ、サポーターもなんかすごくあったかい、あの、まあ、大きなファミリーっていうような、まあ、印象が強いかな。ネムちゃんもね、いろんな鹿島や、まあまあ、仙台、仙台セレッソとかいったね。そうやね。いやでもね、あの、まあ、ちょっと鹿島と似てるかな。まあまあ、あのちょっとね、トレインターと関係ないけど、まあ、アントラーズファミリーっていう言葉があって、まあ、サポーターも会社も、ね、選手スタッフみんながやっぱファミリーでっていうところで言うと、まあ、トレインターもやっぱ選手も仲良かったと思うし、スタッフも含めて、でサポーターの皆さんも、まあね、勝つ負け、勝ち負けっていうところで厳しい声もあったりとか、ただこうみんなやっぱトレインターよくしようっていう思いでやっぱりやってたなっていうのは、まあ、すごく印象深いかなっていうのがあるから。外から見て今のトリニータにどういう風な感じ、どういう風に思ってます？見てて、まあ、昔と比較してね、あのそういう一体感っていうところは、まあ、変わらず、あのあるのかなっていう風に、まあ、見てるし、まあ、あの J2、J3 とか、まあ、J1 とかってカテゴリーがね、あの変わっていく中でも、まあ、我慢強くね、あの一体となって、まあ、チームとしていい方向に進もうっていう、まあ、姿勢がすごくあの感じられるなっていうところで、まあ、最近はね、あの結果もあの伴ってきて、まあ、今年も J1 に残留できたっていうところからすると、あの素晴らしいことだなって、うん、あの感じてます。ネムちゃん、まあ、あんまりこうね、試合見る機会も少ないから、本当トリニータとアントラーズがね戦う試合とかさ、またこうスポーツニュースとか見るぐらいしかないから、ただなんかこう勝手なイメージだけど、すごくこう若い選手がね、こうなんか伸び伸びと、まあ、すごくどんな相手にもチャレンジするっていうかさ、だから今年のそのポジションサッカーも本当にこう貫くっていうかさ、なんかこう躍動してるよなっていうようなイメージかな。ちょっとぜひ、まあ、子供たちのためにもですけど、自分の今後の先のね、日本サッカー界の発展のためにも、ぜひ2人の力が大事だと思うので、今後もますますのご活躍を期待します。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。見てねー。